はい、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ということで、ベルダンディは重心化回避しましたので、使っていこうかなと思います。いやスマホをなくしましてね、はい、すごいバタバタして月曜日も動画上げられなかったんですけど、無事新しいね、全く同じ機種かな、はい、に変えることができましたので、モンスターも続けてやっていける、マジ焦りましたね。はい、ということで、まあもう祝杯をあげるかのようにベルダンディを使っていこうかなと思います。今回ベルダンディこちら、性能こちらなんですけども、まあアンチャビリティのところで言うとそこまで大きな変化っていうのがなかったんですよね。はい、ただ、メインで変わったところで言うと、レーザーが比較的、まあ、全的に変わったことによって敵全体に火力が出しやすくなったっていうのと、あとは貫通変化の部分が8ターンに変わっていますので、まあ、おそらく、まあ、2週に1回この SS が使うことができるんであれば、まあ、貫通タイプのクエストとかでもいけるのかなと思いますね。で、なんか見た感じ、性能を見た感じだけで話してるんですけど、まだ使ってないんでね、光の冒険船の、2つ目の島との関東と3つ目の島のサピラ、この2つになんか多少適性をとっているのかなという感じがしましたので、はい、まあ様みたいな使い方になると思うんですけれども、そちらをちょっと見ていこうかなと思います。はい、ということで一発目は、サピラ超究極でございますと。ここはですね、プヨを倒して、強化状態を味方につけて、でその強化状態になった味方で、敵を倒していくってステージなんですけれども、このベルダンディがね発表された時、俺モンストニュースでも言ったんですけど、みんなで見るモンストニュースでも言ってたんだけど、強化状態がね、この状態以上に含まれるものになってきますので、これでおそらくっていうか絶対なんですけれども、この強化状態になったら、ベルダンディ状態上底力が発動すると。これですね、この強化状態をもらっていれば、状態上底力が出るんですよ。でこれが多分ね結構強いと思う。ここ基本的に貫通タイプのルイス・フロイスがもうバチコリ強かったりするところなんだけど、まあそうよね、この強化状態であれば、友情コンボも結構入ったりするのかな、自分で誘発すれば。なんでこの強化状態維持しながらだったら、で2週に1回貫通タイプにもなれるんで、これ多分めちゃくちゃ強いと思うんですよね。で今ちらっと分かったと思うんですけれども、 SS ターンチャージが入ってるんで、この SS ターンチャージで、その味方のね、あの SS を短縮してベルダンディより打ちやすくするっていうことも一応できる、はい、なんでまあ強化状態、まあ強化状態になってなくても友情がやっぱ強いね、全的レーザーね。でこれがちょっと気になる、この 1P さあ、ちょっとあれか、もらいづらくはなっちゃいましたけど、この強化状態になってさ、友情出したらさ、これ状態上底力って友情乗ってくるのかな。でも状態上底力ってのが乗んなそうだね。うん、状態上底力ってのがなくしか殴りにしか入れないとかそういうのだった気がするんで、じゃあまあそれは気にしないでやっていきましょうか、はい、まあただこれ普通に使えそうですね、やっぱりね。はいはいはい、このルイス・フロスはもう接待用キャラなんで、こいつも状態上底力 L 持ってまして、でベルダンディも新しくこの状態上底力 L をもらいましたので、まあなんかルイス・フロイスと結構似たような性能なんですよね。まあ劇種は違えどね、なんでまあそういうことだと思うんですけれども、まあ、ここちょっと打てなくても大丈夫そうなんで打たないでください。いやでもね、こういうね、この状態上底力みたいな、うん、これ貫通で倒すクエストなのにあんな食らってるじゃないですか、反射で。こういうね、その状態上底力っていうのを接待されちゃったら、もう僕はちょっときついっすよね。状態上底力って結局やっぱ状態以上になってないといけないので、敵の攻撃依存になるじゃないですか。ただ強化ってさ、これを移しながら味方に与えて攻略していくっていうものになってくるんで、基本的に好きなキャラにつけることができるんですよね。なんでそれと相性がちょっと良すぎるんだよな。はい、じゃあ1段階目8ターンの方ですね、強化状態ですよ、一応。で貫通になれるんで。いや、そうだよね。いや、そうだよね。だから、こういうステージではもうほんとすこぶる強いと思うわ、ベルダンディは。ああ、こういうステージだったらもうほんと強いだろうね。これ全然いけんじゃん、反射ね。まあまあ、その周回運極になるまで、ここ反射使わなかったんですけど、反射もガンガンいけますね、ここね。まあ、ベルダンディだからってのはちょっとあるかもしれないけど。はい、でもこれ2段階目ですからね。これは打たなくていいか、いや嘘か、2段階目はい、強化状態の2段階目。いやそう、いやこれ、いやわかんねえか、これちょっと強化もらってっから倍率自体はちょっとわかんないんだけど、これはまた違うクエストでね、あの状態上底力なしでも打とうと思うんですけど、でも今の感じ、いやルイス・フロイスとかノーマルでも結構そのワンパンとかでは倒せないようなステージだったはずなんで、割と出してると思いますねこれ。友情が強いね、そもそも友情が強いです。今一体広いですからね、そもそもの友情が強いわやっぱり。
ちょっと強化もらいに行きましょうか。まあ、両面も水属性増えてきたからね、まあ、正直この友情を求めて周回する楽々周回するところだったらまあサマでよくねっていうのは合ってると思うんですよ。じゃあそれじゃなくてそのサマでもできなくて他のガチャ券でもできないことが何かできることありますって言ったらやっぱ状態上底力になってくるんでね、それがちょっと問題っすよね。どういう風にこの刺さってくるのかみたいなのがね、それが本当問題なんでね、そこで活躍してくんないと。まあ正直ね、超 AGB にもならなかったんで、まあ、超アンダメはもらえたといえどそのめちゃくちゃやってくれるかって言われるとなんか微妙なところがあるんだよな。友情が強いですねやっぱりね。そっちかよりによって、はい、まあ、1段ダメちょっと打ちたかったんで、チャーニングをしましたけど、ここで打ってみましょうか。まあこれ雑打ちでも結局強化で状態上底力 2.5倍、あこれ別に倍率かかってなかったとしてもさ、このやっぱ状態上底力 L がやばいですこれ本当に。まあ簡単に言えば状態異常強化とかねかかってるだけで誰にでも 2.5 倍っていうアビリティですから、やっぱ噛み合った時と噛み合わなかった時の差がやばいよな。まあでもこのクエストではもう難なく問題なく、むしろ組み込みたいレベルで強かったですね。友情も強いし殴りも文句ないしっていうので完璧でございました。はい、次ちょっと行ってみようかな。はい、ということでお次は友情コンボってところを見ていこうかな。まあ基本的な使い方はどういうクエストでもこういう風になると思うんだ。うん、サマ1本添えてでベルダンディをガチャ減枠で編成するっていうね、あの使い方は結構これからも目立ってくるところになるんだと思うんだけど、まあこれがどれぐらい出してくれるかなんだよね、重要なのはね。はい、でこうやって置くでしょ。でこのエレメントエリア使ってレーザー出した時に、あーいやこれは、いやまあここがねそもそもねこの全敵レーザーっていうレーザーの接待クエストみたいなところがあるんで、まあ、サテライト含めね、なんでまあ刺さってくるのは当たり前なんですけど、やっぱ1本楽ですね、うん、本当に1つ1段階楽になってるわ、いるかいないかで、うん、あこれちょっとエリア踏めてんのか、踏めてもいるよ、しょうもなっ、これ爆発で出ちゃいそうなんで、いやーむずいなこれ、どうしよっか、爆発で出ちゃってしょうがない、出ちゃいましたね、エリア踏む前に出ちゃいましたね。まあでも友情が結構もうゴリ押ししてくれてるんで十分なところはすでにあるんですけれども、まあ、せっかくなんでね、あーこれだから最高なんだけどな本来な、やっぱエリアの関係でねこのうまく当たれないってことが多いのがちょっと嫌なところですよ。いいんじゃない、あこれ入ってねえわ入ってねえわそもそもこんな入ってなかったわ。まあでもやっぱこのクエストがちょっとな、クエストがもうそもそもちょっと嫌な気持ちになるクエストですからね、配置したところで、まあ、もうちょっと後のボス戦とかカットしながら見ていきましょうか。はい、ちょっとうまく見せそうなシーンがありましたと、ここら辺とかうまく見せそうですね。こうなったら強いよな。まあだからこういうところでの友情も強いし、もちろんこのエレメントエリアがなかったところだったらもっとねガンガン気にせず入っていくと思うんで、まあ、ちょっとあれがあるな、このカントのクエストとあのサピラのクエストを少しちょっと楽にしてあげようみたいな、意思もあるのかもしれないね、このベルダンディの重心化回っていうのの意味で。いやーでもやっぱ友情は強えな、文句ねえな友情に関しては。しかもこれウィンドあるんでカントは1段階楽になったって言っていいんじゃないかな。で超大きいあるからこれ気にしないでしょ。うん、これは楽になってると思うわ。やっぱウィンドがあってこの全部の敵にレーザーを出すってキャラが本当にないんですよね、このカントのクエストのあれで。でキーローとかもウィンドウはあるんですけれども、こんな感じでウィンドウはあるんだけど、あれができないんですよね、その全部の敵を攻撃するっていうのができないんですよね。だからこれができない、配置がうまくいってないとところがあるんですよね。だからそこでちょっと使いづらさあったんだけど、その辺も解消してくれたって感じかな。あー、まあだから控えガチ勢は嬉しいけど、もう控えガチ勢終わってっからな全部な。だからまだ終わってない人とか快適にここめんどくさくて周回してなかったって人は結構いいんじゃない。うわ最悪だ、めちゃくちゃ気持ちよくなれたのに今。あ、こっちの方が気持ちいいよ、2体分いきます。いや強えわこれは、強えこれは強いっすね。ここめっちゃだるいんで本当に、これ今出てないように見えた人はまだこの関東の恐ろしさを知らない。でこれ関東の恐ろしさを知ってる人はおおすげえ楽そうに見えるってなってると思うわ、うん、まあ、サマ読んでよくねって言われたらもう以上なんですけど、うん、ただガチャゲン入れてソロとかでやっていく上でまだやり込んないよって人はこれ結構いいと思うわ。まだね、性能とか仕様をあんままだ知らないよって人はね、これめちゃくちゃいいんでおすすめです。相当これやってる方です、やってる方
やってくれてますこれ。めちゃくちゃやってくれてると思うわこれ。せっかくなんでちょっと配置もしつつね。だからウィンドガールのがでかいな。これはちょっとエリアないんで倒されてますよ。乗るだよ。おーし、完璧な位置いったね。これめちゃくちゃいい位置いきましたね。これであとはもうエリア突っ込んで触るだけなんだけど、それがむずいんですよこのクエスト。入れない。まあこれ次は入れるでしょ。テキーラは入れると思うんで、これでの全敵で、これウィンドガールからね、もうこういうあからさまに全敵レーザー優遇みたいなところがあるんですよね。このウィンドビットのね、ボスのところにあるやつに飛ぶっていうね。うわー、あんま出てないね。踏めてないね、そもそも。上踏んじゃったんかな。うん、これはいいな、でもな。まあ SS はちょっとここ意味ないんで。あー、長方形のいいとこ出てる。素晴らしい。これはマジで早いわ。これ強い。これ強いって言っていいと思う。ここでは。ここではね。ここでは強い。はい。ってことで、控えちょっとね、ミッククエストぐらい使ってきたんですけど、まあ普通のクエストでね、状態異常底力なしの、まあ超アンダメぐらいかな、の発動で、ストライクショットどれぐらい出るかっていうのを見てみたいので、それをちょっと見ていこうかなと思います。最後。はい。ということで、アシュラ来ましたと。まあ、これは、多分とんでもなくサクサクいっちゃうと思うので、もうね、絵的に、まあ、予想できるんで、普通に行きますね。ちょっと溜めながら行きますね。ちょっと単調も入れよっか。OK、単調入りましたね。まあ、単調がやっぱいいですね。お互いがお互い単調できるっていうのでね。で、ハッタンアイセスの単調ってのもいけるんで、ベルダンディ倉庫で単調するんじゃなくて、こういう場合、コナン君の単調だけしたかったら、まあ、1ターンね、このハッタンアイセスっていうのを、2ターンで1回か、抜いてって、単調役に徹するっていうやり方もできたりするんで。まあ、なんかできることは増えたのかな。アビリティでめちゃくちゃ増えたってことはないんだけど、できること自体は多分相当増えてると思うんで、ね、え、強いね。それはちょっと早いね。まあ、単茶あるんでね、こっちとら単茶あるんで余裕でしょ。たまるでしょうよ。ただちょっと油断してしまうと、油断してしまうとここからかなりたまらないっていう事態が。88だよね。もし88はさすがにたまるで。 OKOKOK、 あーちょっとやめて。 OK、 いい残しだけどコナン君ボールが、はい、倒してしまう。まあこいつが多分たまると思うので、もう打つ配置しときましょうか。ある程度打つ配置をしつつ、突破 C のでボス戦で2段階目を打つって感じにしていきたい。2P3P の位置を意識したいですね。あと友情他拾いたくないので下避難しとこうか。まあラスゲン打つ手でいこうかな。うちのみんなレーザーだったりとかするんでね。あ、いいんじゃない、下避難。 OK、 ナイス。それ倒したね。 2P はもうこれは上に行きます。ずっと上に置こうか。で、コナン君は下がるだけで、こいつはボス最終の横ラインを取ってきたので、横ラインに行きます。え、あ、そっか、そうだね。そういえばそのアシュラって開幕で速度ダウンしてくるから、一応状態上底力は乗ってくるんか。ただまあダウンの方が痛いわな本当にな。その上がった分ダウンしてなかったら結局殴れるんで、ダウンとかになっちゃうと結局トントンにはなっちゃうかな、そのやりたいことはね。 OK、 溜まった。まあ強いでしょうよ。あっと待ってくれ、横ライン取ってくれ。 OK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 、 結果オーライ。ちょっとコダン君は、下がってもらおうかな。ちょっと様だけフレーの、あー、様だけフレーのがめっちゃ出る。オッケー。で、これで、コナン君左避難した。もう一周回して次行って、3P スタートにするって感じかな。オッケー。じゃあ、これ下がります。はい。6回。オッケー。お、めっちゃいい、めっちゃいいわ、それ、逆に。で、NP を置いとく。あ、これ下行けたらでも、こいつ開幕でもいいんだ。あ、完璧。お、でもやっぱ、状態上底力って大概出るんだな。下結構下がる。うわー、うわー、嫌な位置止まったー、それ。それちょっとなー、干渉してまうなー、それ。あ、でも、速度ダウン。いや、逆に速度ダウンで撃つか。あ、最高じゃん。じゃあ逆にこれもう。なんか飛んでね。いや、これ速度ダウンで撃ったら最強でしょ、これ。ねえ。え、これもう瞬殺でよ。2.5 倍。え、これ倒すでしょ。
とこれ弱点なしで打ってみようか。下友情触れちゃう恐れもあるんで、ちょっと殴るかもしんな、ね、い。いや1か、いや強っ。えちょっとすごいヌメヌメ動いてたけど強っ。あーじゃあこれやっぱでもどうなんだろうな、今速度ダウンしてなくて状態異常底力が発動してないって状況でも速度がその分あるんで倒しきってたとは思うんだけど、 SS としてはやっぱ結構強かったりするんかな。なんか元々のベルダンディって倍率あんまもらってないイメージがあるんだけど、前の SS のターン数のやつがそのまま88で落ちてきてるなら割と強そうではありますけどね。うん、ただこの状態異常底力って分もう先ほど言った通り強化だったり、あともう毒受けるだけでも一応発動したりするので、まあ、そこだよね。そういうところがちゃんと発動できて、SS のターンが回ってくるってなったらまあまあ強いと思う。あと最近なんか結構雑に毒がまかれることが多いんで、まあそういうクエストでぶっ刺さってきたらまあ止まることのないアタッカーになってくるんじゃないかなと思います。でもこういうのがハマるんよね。でもルイス・フロイスともう完全に似たよりよったりの性能、撃中以外の性能をしてて、で控えであからさまの適性みたいなのが2つあって、まあ未来にかけるとしたらやっぱサマとのねシナジー、サマと一緒にどっか使っていくみたいな、まあでも使われるとしてもレーザー側で使われていくような気しますけれども、はい、もしかしたらこの状態上底力っていうのも未来があるかもしれないですねという話でしたと。はい、ってことで、まあ、無事に携帯が帰ってきてめちゃくちゃにテンションが上がっている私ですが、ベルダンディ使ってみた、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。